タイワックル、本館タイワックル、別館タイワックルは、仙台市大白区、長町福都心の東日本旅客鉄道、仙台市地下鉄町町駅前にある公共施設、商業施設、タワーマンションを主な構成要素とする複合施設である。施設は、株式会社タイワックルが管理運営している。1914年から1961年まで、 運行された秋保電気鉄道のターミナル駅だった。秋保電鉄長町駅の跡地はバスの長町ターミナルとして、道線廃止後は、線南交通、1970年からは宮城交通が利用した。その跡地約1.16ヘクタールに、長町駅前第一地区第一種市街地、再開発事業を施行し、約200.6億円をかけて1999年に設置されたのが、 大破、来るである。建物は、以下の3つに大きく分かれる。地上31階建て、低層階に、商業施設、高層階は、ライオンズタワー仙台町町地上6階建て、低層階に、商業施設、その上に、楽楽楽ホールや、市の公共施設地上を5階建て、市の公共施設本来は3つの建物を合わせた、複合施設を、大破、来るというが、 楽ラ楽クラクラクホールが入る2の6階建ての建物を指して大破来るという場合もある。1と2は長町ターミナルの跡地に建っており、2010年7月まで窓口業務として宮城交通の長町定期券発売所が入店していた。3はそこから南西に伸びる秋保電鉄の起動時期跡の一部に建てられている。1と2は1階でつながり、 両者の間にはアーケードがかけられている。2と3は3階の高さで、ブリッジで繋がっている。1と2の両建物に入る商業施設区画は一体、仙台七地下鉄南北線、長町駅の南一出口が、イオプラザにあるほか、JR 町,町駅も、旧国道4号を挟んで向かい側にあり、交通アクセスが良い。なお、当施設が開業してから、 長町駅東口のバスターミナルの整備。稼働開始までは、宮城交通の方向幕は、電光幕を含めて、長町ターミナル行という表示のままであった。現在は、一部で、長町4丁目行となっている以外は、JR 町長駅東口行となっている。マンションとしては、市内一の高さを誇る。総戸数は257戸。周辺には目立った。 高層建築物はなく、長町副都心のランドマーク的な存在となっている。屋上には NTT どこも東北の携帯電話用アンテナがあり、さらに2007年9月から FM 大白の送信アンテナが設置され放送を開始した。1999年6月1日に大白区情報センターが開館。同年9月1日に 大白区文化センターと大白図書館が開館した、夏季の公共施設と商業施設からなる、1999年6月1日に開館した、夏季の公共施設からなる、ありがとうございます。